かしいですね。まあ、まあ、今日もね、いろいろやり取りしたとは聞いて。わお、モニゴンピア第5弾。自分のプレーの持ち味って改めて何ですか？まあ、アグレッシブにドライブだったり外のシュートだと思ったんですけど、ディフェンスしなきゃやっぱりチームは勝てないっていうのもすごいありましたし、その NBA を見てもやっぱりディフェンスのチームが勝つっていうのは明らかになってたので。今後の目標やビジョンなどがあれば教えていただけますか？やっぱり僕はずっと東地区でやってて、やっぱり西地区の選手は多分あまり僕のことを知らないというか思うんですよ。やっぱその中でもう少し、まあ、認められる選手ではないですけど、もう少しやっぱり B1 で活躍できる選手だったり、その注目される選手に、はい、なっていきたいなとすごい思います。ありがとうございます。ぜひ皆さんご期待くださいということで、はい、よろしいですか？はい。森岡南高等学校4番小野寺翔太。翔太くんから例えばタスク性ありますか？タスク先生か。難しいですね。あんまりバスケと関係なくてもいいですか？もうそういう話の方がレアでいいかもしれない。なんかみんなタスク先生やっぱ優しくなった優しくなったって結構聞くんですけど、やっぱりそれはやっぱりやっぱ子供ができたからちょっとあれなのかなと思って変わったのか。そんなことないって多分これを見た時の在校生は思ってるかもしれない。もしかしたら OB がまた違う立場で見て、はい、そういうに見えるようになったかもしれないし、それは分からないけ ど、まあ、言われることは多いかな。やっぱりそうです。言われることは多い、それはあると思います、はい。なんかエピソードとかありますか、はい、高校在籍時の、まあ、さっき試合40点取って運ばれたっていう話を聞きましたけど。OB 会だね。あ、そうですね、はい、俺の車の後ろに乗せて病院に連れてもらって。今後のバスケット界についてもいいですかね。はい、ごっつぁんです。大きい、大きいテーマ。あれ、ちなみに時間大丈夫ですか皆さん、あと20分ぐらい。